とりあえず一旦状況を整理するぞ。先の調査で政宗公が乱心した原因は解決できた。結果本来ない流れは止められたが、政宗公の様子がおかしかったのは見ての通り。時間素行軍の干渉とやらのせいかもな。乱世に生まれた将として野心もあるだろう。それを時間素行軍に利用されたんじゃないか。第五部隊の報告にあった黒田官兵衛の状況と同じだろうな。僕らが見た政宗公は全くの別人だったって可能性はないかな。お？僕の知る限り政宗公は料理や風流、洒落を好む不思議な愛嬌のある人だった。家臣を遠ざけてないがしろにして、自ら孤独の道を選ぶ人じゃないはずなんだ。お前が信じたくないだけだろ。あの政宗公が本物だとか。カラちゃん、痛いところつくね。まあ落ち着く。真相がどうであれ、今はやっぱり情報不足だな。まずは政宗公を重点的に調べる。それでいいかい？うん、分かったよ。政宗様、秀吉殿は何と？読むだけ無駄であったわ。北条氏を討つ小田原に参陣せよと。するわけがなかろう。ですが今の秀吉殿は夏のハエのようなもの。その勢いは増すばかりにございます。時期をよく見定められますよう、幾度かは潰せたとて、いつかはハエをしのぎきれなく。お前の忠言などいらぬわ。政宗様、俺はもはや以前の俺ではないぞ。そう、父とてこの手で撃ち落とした。ひたすらに突き進むのみよ、この胸の激情のままに。お待ちください。むやみに突き進むを勇気とは言いませぬぞ。今一度下がれ。俺はすでに別の兵力を得た。邪魔立てするのであればお前も。騎士が検出されました。詳細はこちらをご確認ください。情報をよく確認してください。天正18年、天下統一を目前にした豊臣秀吉が北条氏を討つため行った小田原征伐が次の時代です。小田原征伐だと？第五部隊の奴らが正したんじゃないのか？それとは義士の流れが異なります。原因が違うので別の解決が必要となります。この小田原征伐では伊達政宗は悲惨ながらも参陣するはずなのですが。政宗公に参陣の意思が全くないのか？はい、ですが片倉小十郎は伊達政宗に小田原参陣を再度進言するつもりのようです。なるほどな。時間素行軍の今回の狙いは片倉小十郎ってわけだ。ここで片倉小十郎を失うわけにはいかないね。行こう。新たな流れが検知されました。
俺一人で十分だ。カラボーは素直じゃないからな。勝手にやらせてもらう。片倉小十郎が政宗公の居室に向かうようだ。時間素行軍から守ってやろうぜ。片倉小十郎に存在を悟られてはいけないだろう。城内に侵入者がいるとなれば政宗公への進言どころじゃなくなるだろう。片倉小十郎がいるのは向こうの部屋かな。じゃあ僕らは別の道を通らないとね。すでに時間素行軍が潜り込んでいる。急ぐぞ。おっと、時間素行軍を発見だ。邪魔されないうちに倒しとくか。よし、片付いたな。引き続き片倉小十郎を守ってやろうぜ。こっそりとな。増援が現れました。ご注意を。片倉小十郎が襲撃される前に倒せ。進路を考えて移動しないとね。こっちの敵はもう大丈夫かな。でもまだ気は抜けないよね。片倉小十郎に近づきすぎか。あいつを驚かしちゃいけないんだよな。再び時間諸島軍の増援を検知しました。今度は複数の部屋に現れたようです。面倒だ。どこから当たるべきか考えてみる。よし、ここは片付いた。残ってる時間諸島軍も急いで倒すぜ。片倉小十郎は政宗公が信頼する右腕だ。何かがおかしいよ。今は時間速攻軍を切るだけだ。チェーンに集中しろ。必ず行くか。攻めろ。ごめん。した時間素行軍は全て倒した。増援もこれ以上は来ないようだ。しまいでいいな。時間素行軍は全て撃退できたようだね。片倉小十郎を守りきれてよかった。政宗公を説得できるかどうか、あとはあいつ次第だ。小十郎か。
政宗様、今一度お願い申し上げたく、どうか秀吉殿からの要請をお受けください。天下に手を伸ばす機会はいずれ巡ってまいります。今は耐えて秀吉殿に教授なさいますよ。いいだろう。秀吉殿のため小田原へ参陣する。夏のハエごと天下を飲み込むのも面白い。それはなりません。今ここで秀吉殿を敵に回せば政宗様は。ちっ、お前の諫言なぞ聞かぬと言っただろう。はっきり命じねばわからぬか。召し放ちを言い渡す。俺の前に二度と現れるな。承知つかまつりました。最後に一つだけ、あなた様は一体誰でございますか。天界の野心に高ぶるあまりに周囲を切り捨てなさる。お父上や私どもが望むはそんな姿ではございませぬ。いつかそのお心に届きますよう、今はおいとまを申し上げます。こりゃ驚きの展開だぜ。片倉小十郎は病床に伏しながら最後まで政宗公に仕えた忠臣だ。それをこんなところでお役御免とは、この先どんな影響が出ることやら。どうしてだろう、政宗公がこんなこと。ありえない、ありえないよ。修復が進みました。ん、これは。詳細はこちらをご確認ください。情報をよく。力がみなぎってくるのを感じるよ。では始めましょう。腕が鳴るね。召し上がれ。では始めましょう。雅に行こう。至極の一品。僕の本領発揮さ。
了解しました。政宗公は小田原へ向かうんじゃなかったのか。港に寄り道なんて一体何の用があるんだ。伊達政宗は港のどこかでポルトガル商人と密談しているようです。船の入手が目的かと。長宗我部元親たちの水軍に援軍でも送るつもりか。いいえ、伊達政宗の狙いは戦場からの無差別砲撃。まさか豊臣も北条も一度に壊滅させるつもりなのか。それで一気に天下をか。さすがにそりゃ無謀ってもんだぜ。いさめる者がいなくなった今、政宗公を止めるしかない。新たな流れが検知されました。まあ、なんとかなりますって。僕たちなりの戦いを見せたいね。これからもご期待に添えそうです。これからもご期待に添えそうです。はーい、これですね。政宗公に船を入手させちゃいけない。商人との密談の場を探し出すぞ。あれ、このお堂を見張っているのか。倒して中の様子を確かめない。時間素行軍の見張りか。いかにも政宗公が密談をしていそうだな。時間素行軍の話だ。ここにはいないよ。他の場所を当たってみようぜ。ここにも見張りの時間素行軍がいるよ。倒してお堂を捜索しよう。邪魔者は片付けた。さて、政宗公は。残念、ここにはいないみたいだ。他の場所も確認してみようか。鶴さん、あっちに大きな船が見えるよ。政宗公が欲しがってるのはあれかな。ああ、間違いない。あんな船から砲撃されたら誰だって驚きそうだな。いいですね。いたぜ、政宗公だ。時間素行軍も一緒みたいだから。ここを嗅ぎつけた者がいるようだな。俺は引く。あとは任せる。待って、政宗公、あなたは本当に行かずに追うのはよさ。政宗公が放った時間素行軍を倒すのが先だ。
このまま見張りの時間素行軍を倒していけば、そのうち政宗公を見つけられるかな。どうかな、一筋縄じゃいかない気がするぜ。驚くような場所にいるかもしれない。よっ、やっちゃい、うまくいったね。船の入手は阻止できたな。しかし時間素行軍の大半がおとりだったとは。さすが政宗公、驚かせてもらったよ。これでおしまい。やった、ちょっと強くなったかも。詳細はこちらをご確認ください。情報をよく確認してください。今の戦いではっきりしたのだ。政宗公は時間素行軍と手を組んでいる。でもまだ本人と決まったわけじゃないか。やっぱり信じられない。政宗公が家臣を無下に扱ったり、天下のために無謀な策に出たりするなんて思えないんだ。僕は僕の目で本人かどうかを見極めてみたい。待て、カラちゃん、急にどうしたんだい。
ヤマンバギリ国色だ。例のそっくりさんか。ああ、俺たちの様子を伺っているようだった。へえ、ま、今はそこまで気にかけなくてもいいだろう。あちらさんは俺たちのことが気になっているようだし、なら確かめる機会はまだありそうだ。やった！ちょっと強くなったかも。充実した時を過ごせたな。その非常に申し上げにくいのだが、先日成果を食べていなかったか。貴殿一体何を言って。あ、いや、貴殿が何を食していようと文句はないのだが、何故成果を食べるのかとどうにも気になってな。ああ、待ってくれ。どうやら大きな誤解をしているようだ。誤解？自分が？ああ、僕が食べていたのは成果じゃない、桜を模した練り切りだ。では先日成果の花弁を食べていたように見えたのは、食べる際に切った一かけらだろうね。あれは食材切りの試作品だよ。そうだったのか。すまない、あまりに精巧な練り切りだったからな、つい。しかしすごいものだな。どのような技術があればあれほど精緻に花を再現できるのだろうか。そうか、貴殿も花の趣がわかるのかい。なら今度僕と共に作ってみようじゃないか。ちょうど食材切りに練り切りの作り方を教わろうと思っていたんだ。ぜひ参加するといい。良いのか。ではその行為ありがたく受け取ろう。共に見事な花を作り上げようぞ、河川。では始めましょう。最善を尽くしましょう。はあ、新たな自分を発見しました。はい、かしこまりました。
伊達政宗は帰参することなく小田原に参陣、豊臣秀吉に恭順の意を示しました。あくまで建前のようですが。見せかけってことかい。それじゃまだ政宗公の企みは止まってないようだな。意志が強いというか、執念深いというか、いやはや新たな流れが検知されました。伊達藤次郎政宗、要請に応じ奥州より馳せ参じました。おお、ようやく来たか。もう少し遅ければその首が飛んでいたぞ。私の首を飛ばしていては秀吉殿も大損だったでしょうな。なんじゃと。私には人ならざる力がついております。必ずや秀吉殿のお役に立ちましょう。大した自信じゃ。ならば良い働きを期待しておるぞ。良いのままに。伊達政宗は時間素行軍による無差別攻撃を仕掛け、混乱に乗じて豊臣秀吉を撃つつもりのようです。船の次は時間素行軍か。よくもまあ次から次へと。何か言いたいんじゃないのか。願望を口にするだけじゃどうにもならないからね。この目で真相を見極めるよ。晴れ舞台の始まりだね。出陣いたしましょう。これでも実戦向きってところを見せたいかな。政宗公による無差別攻撃が始まってるな。敵を倒して豊臣軍の将を救援するぞ。救援か。何者かは知らぬがありがたい。敵は時空の歪みから出現しています。付近の歪みを防ぎ安全を確保しましょう。歪みを一つ塞ぐことができた。この調子で残りの歪みも対処し。北条軍敗走していきます。我々と同様化け物に襲われたもようです。北条軍の敗走は生死の流れ通りだ。いや、その敗因は時間素行軍。キリがないね。歪みを塞いで敵の増援を止めよう。
貴殿らは援軍か。こんなとこだ。さて、付近の歪みを塞ぐとするか。始めようか。防御しても無駄だよ。ここで華麗に決めてこそだよね。時空の歪みは全て防いだ。この程度で終わりとは思えない。付近に新たな時空の歪みが現れました。時間速攻軍が流れ込んできます。カラちゃんと言った通りだ。それじゃ引き続き豊臣軍を援護しよう。まずは一つだ。残りの歪みも塞ぎに行くぞ。この無差別攻撃、正宗殿は本気だし。どうしちまったんだかな。早いところ突き止められりゃいいんだ。始めようか。防御しても無駄だよ。ここで華麗に決めてこそだよね。歪みは残らず閉じた。同じ手ばかりだ。なんじゃ、突然化け物が現れたぞ。秀吉様、私の後ろに。豊臣秀吉の近くに時間速攻軍が出現。急ぎ救援に向かってください。無理は禁物だ。こいつらは俺たちに任せていいぜ。お前たちだ。いや、何者でも構わん。救援が来たのだ。三成、無茶をするな。お心遣い痛み入ります。ですが、これも秀吉様のため。多少の無茶をどうかお許しを。片付いた。誰かを守りながら戦うのは骨が折れた。かっこよく戦えたかな。うん、前より強くなれたかな。
時間素行軍はもう来ないみたいだな。これで豊臣軍も大丈夫だろう。政宗公の姿は見当たらなかった。一体どこに。お前たちか。俺の邪魔をしているのは。政宗公。何が目的かは知らないが、次また俺の邪魔をしてみろ。切り捨ててくれ。近くで見て確信が持てたよ。あの存在感、あの口ぶり。ああ、間違いようもなく。お見事。詳細はこちらをご確認ください。情報をよく確認してください。政宗殿、待ってくれ。三成殿か。何用だ。秀吉様から伊達家への取り次ぎを命じられたのでな。急ぎ挨拶に来た次第だ。話はそれだけか。ならさっさと。時に小田原では政宗殿もその家臣たちも大活躍だったな。秀吉様が高く評価されるのもわかる。いや、実に大胆で見事な策だった。策？謙遜される必要はない。無差別攻撃と見せかけ、秀吉様の軍は家臣に守らせていたではないか。私も一時は危機に陥ったが、伊達家の家臣たちに救われた。改めて礼を。慣れ合うつもりはない。ああ、これはこれは。なんだ。いや、まさか政宗公の口からカラボウと同じ言葉を聞くことになるとはと思ってね。確かに政宗公が言いそうにないセリフだね。でも真相は見極められる。彼は政宗公本人だ。主に天下無双の名前を与えられるよう励みます。いい時間を過ごせたね。村政君、この前は仕込みの手伝いをありがとう。おかげで食事の支度が早く終わったよ。礼には及びません。ちょうど暇を持て余していましたから。ですがこの数では食事を作るのも大変ですね。食大切りさん、毎日クリアに立っているのではないですか。みんなおにぎりぐらいなら喜んで作ってくれるんだけど、手間のかかる料理はやりたがらないんだよね。結局
僕と河川くんが大半の料理を作ることになっちゃって、だからたまに仕込みを手伝ってくれるだけでもありがたいよ。その分凝った料理に挑戦できるからね。なるほど。しかし私も毎日手伝えるわけではないですからね。いいことを思いつきました。ここは私が一肌脱ぎましょう。では始めましょう。始めましょう。では始めましょう。やってみよう。これからだ。トンボ切り参る。平凡な出来で心苦しいな。